映画キュースはチーズの夢を見るに出演している大倉忠義です。成田亮です。はい、今からキュースはチーズの夢を見る即答テストに挑戦します。カードを引いて出た質問に10秒で答えます。これやばいな、俺知らんこと出てきたやばいな。はい、原作漫画を読んだ時の第一印象は、うん、すごくピュアなラブストーリーだし、美しい言葉もあるし、シーン的にも綺麗なシーンだなとかっていうところもいっぱいあったりして、普通に面白く見させてもらいました。うん、はい。脚本を読んだ時の第一印象は、だいぶ難しいな。10秒ね。すごく面白かったです。やっぱこう純度が高ければ高いほどいろんな感情がどんどん増えていく、あの矛盾というのがすごく感じられたのと、どうやって役を作っていこうかなっていうのをすごくワクワクしたのを覚えてます。いきます。徐々にハードになっていくんじゃないですか。ハードやなこれ。成田さん演じた今ヶ瀬を可愛いと感じたシーンは、誕生日のシーンかな。誕生日のシーンでワインを渡して嬉しそうなところかな。あれだから本当撮影の時は京一は冷蔵庫行ってるんですよね。冷蔵庫行ってます。そう、あのだから表情を見てないんですけど、映画を見て可愛い表情だなと思いましたね。はい、はい、この映画のおすすめの鑑賞方法は、今映画館一人大きになってるじゃないですか。あ、ディスタンスめちゃめちゃこう集中できるんですよ。あ、そうなんや、いいね。食ってる音とか結構強めに出てるんですよね。あと息とか、はいはいはい、なんかそのやっぱ空気でまるっと映画館が包まれるので、うん、耳でなんか感じてほしいなって思いますね、映画館で。本作最大の見どころは、うわー難しいな、まあ一回こういうコロナ禍の中で、一回こういろんなものをこう見つめ直す、その愛についてももちろんそうですし、一つの選択肢として、まあ、この映画がちょうどまたちゃんと映画館で公開されるっていうことに関して喜ばしいなっていう、なんかこの仕事やっててなんか嬉しいことですよね。皆さんおっしゃってくれるのが、もう話したいよねみたいな、やっぱこう見た後誰かと話したいよねって。だから本当人の数だけ見方があるし、こういう、ね、いろんな恋愛の形があって当たり前なので、だから他人事じゃなく見てほしいなっていうのはあるので、ちょっと楽しみです。僕結構好きなシーンが、今ヶ瀬の彼と、夏樹と4人でタイ料理食ってる時に、はいはいはい、交錯するそれぞれの重いカット、はいはい、視線がこうなったりする、視線がなったりっていう時、あ、いいっすよね。なんかみんな探り合いながらアドリブしてたやん、あれ、はい、4人中3人ドラムだったし今ヶ瀬喋る、今ヶ瀬、はい、夏樹のこと見てみたいな、そうそうそう、監督の声が聞こえて、ね、うん、で出来上がったのを見て、こんなシーンになってたんだっていう、そういうことかって、うん、であれが割と序盤のなんですよね。そうね、それで結構こう心が見えてるところからのスタートっていうのがいいですよね。うん、役作りで一番こだわったポイントは、目を濡らすです。男として今ヶ瀬を演じてるわけですけど、やっぱりこう好きな人にこうよく思われようってなったら、ちょっと中性的な部分が結構出てくるんですよね。なんかやろうと思ってやってるわけじゃなくて、そうなるっていうことに気づきましたこの映画で好きなセリフは、心底惚れるって、その人の人だけが例外になっちゃうってなっちゃうっていう今までのセリフですね。あれはハッとさせられたな。うん、うん、分かるわ。素晴らしい、素晴らしい言葉だなと思う。ですよね。ね、なんか気づいてたとしてもそれを言葉にしないじゃない。はいはいはい、でそれをそうですよね、相手にしかも伝えるっていう、そうっていうのがなんかすごいなと思う。確かに、この映画で好きなセリフは、
北京ダックが食べたい。誕生日何欲しいって言われて、うん、北京ダックが食べたいって。北京ダックが食べたい、ちょっと斜めな答えだなと思ってそうよね。いやだからもう一緒にやれる時間が欲しいってことですよね、うん、なんかちょっとひねくれた今笠がちょっと現れてるなと。まあね、可愛かったけどね。今日は今笠が料理を作ってくれるみたい。何食べたい？なんだろう、普通でいいな。野菜炒めとか食いたいな。いい、男同士で飯食うってなったらなんか野菜炒め、白飯、味噌汁とかでいいっすね。いいっすね、うん、昼ご飯もうその気分になっちゃった今はい。今日は大倉さんと初デート、どこに行きたい？車でゆったり水の音が聞こえるようなところでちょっと過ごしたい。いいね。何もしないをしに行く感じです。なんか焼いたりしてね、食ったりしてね。確かにね。お、キュースはチーズの夢を見る、略してなんという。結構大事ですよ。大事やん今度の。え、ちょっとこれ俺が言ったらオフィシャルになっちゃうんじゃないの。あかんって。こんなあれまだ作られてないですか、これ。作られてない。なんかハッシュタグなんちゃらみたいな感じですよね。大事やもんね。むず、難しい。これなん、みんななんて言うんだろう。俺普通に、あ、今日キュウソ の取材日なんだとか言ってマネージャーと話してたんやけど、あの多分全員そうですね。全員そうだね。普通にキュウソでいいんじゃないの。いやなんか僕もいろいろ考えたんですよ、うん、キュウチーキュウチーとかね、キュウミル、キュウ夢、いやキュウソやろってそうそうそう、シンプルにキュウソやろってみんなキュウソって呼んでますで、なんかやっぱこう元々ある言葉を僕たちのものにする感じちょっとあるじゃないですか、うん、そういう方が意外と根強いというか。確かにね、キュウソと言ったらあれだよねってなる方がいいね。たく、うん、あるわかりやすいもんね。いいっすよね。はい、キュウソはチーズの夢を見る、例えるなら何味？なんかふざけてるようでいい質問だな。すごい誰だよっていう、これがラスト目線になっちゃったけど、何味？ちょっと待って、苦くて甘い、甘いってかと思ったら辛い。あ、インディアンカレー甘いと思ってたら気づいたらめちゃくちゃ辛いじゃねえかみたいなあるね。え、インディアンカレーです、大阪の。なるほど、大阪の。大阪最後これか、見どころはとかで締めないな